私はミケランジェロ、ーローナローキ、ルネサンス最盛期のイタリアの芸術家です。私のキャリアで最大の難関だったのは、サンピエトロ大聖堂のドームの設計でした。芸術の分野ではすでに名声を得ていましたが、建築作品においてここまでの規模のプロジェクトは初めての経験となります。このプロジェクトはブラマンテやラファエロなどの設計を引き継ぎました。しかし、彼らの設計は技術的な問題を多く抱えており、私はそれらを克服しなければならなかったのです。特に問題だったのは、 サンピエトロ大聖堂で最も目立つ巨大なドームをどう安定させるかです。この問題に私が提示した解決方法は、ドームの形状を二重構造にすることでした。内側のドームは美しい装飾や天井画を施すための構造で、外側のドームは建築的な安定性を担う構造にして、役割を分けることで問題を解決しました。さらに、ドームの水平方向にかかる力を分散するために、ドームの基部には、テンション、ウィング、という感情の構造を設置しました。このような工夫のおかげで、 ドームはその巨大な自重を支えることができています。当時、私は自分の芸術的ビジョンを追求しすぎ、現実的な建築の制約をたびたび無視してしまいました。関係者の中からも批判が多く、彼らとしっかりとコミュニケーションをとっていれば余計な圧力を生まずにあらゆる作業がスムーズに進んだでしょう。この経験から学んだのは、革新的なアイデアを打ち出すものは、既存の主流な手法を取るものと対立を起こしがちであり、丁寧な説明と説得、ビジョンの共有などをしっかり行っておく方が、 後々の対立の処理よりも効率的だということです。未知の領域に挑む際は、伝統にとらわれない革新的なアイデアを追求する勇気と、これまでに得てきた経験則や知見を重んじる慎重さのバランスが重要になります。